はい、ジャーナリストの岩上です。こちら官邸前です。今日は毎週金曜日、抗議行動を行ってきた反言論の主催ではありませんが、すでにこれだけの人が集まっています。民放も言わない。今山本太郎さんがちょうどスピーチ中です。電話をして、メールをして、ファックスをして、規制です。やっと流すようになるぐらいですよ。全部鉄で囲まれてます。今ここでこの国で官邸前ですら鉄柵で囲まれてしまって身動きができません。向こう側には全く立つこともできません。東日本全体に汚染は広がっていることははっきりしてるわけですよね。これ鉄柵の中、まるで檻の中に入れられているような状態です。ホットスポットは点在してますよね。東日本全体にどうだ。それをも無視してしまうんですよ。そしてその片棒を、その片棒を担いでいるのが大手メディアですよ。今報道の演説が続いてますから、ちょっと戦場にも行く、死ぬことも恐れないような人たちの集まりかと思ってましたけど違いましたね。本当にただの商業主義にのっとった人たちだったんですかね。現場にいる人たちは戦っていると思います。本当のことを流したいと思って十字架を背負ってると思います。でもなかなかそこが流せない、そういう現実がある。そして今一番国がこの 3.11 事故をバレてほしくなかったこと、それは今回の原発事故によって汚染は同心円所の中だけだってことにしたかったんですよね。事故を過小評価したかったんですよね。お金を使いたくない、日本の事故、日本の資産価値を下げたくない、日本の資産価値を下げたくないために、そのためにどれぐらいの子供たちが、そのためにどれぐらいの子供たちが犠牲になるのか。放射線管理区域以上のところにどうして子どもたちが住ませられるんですか。そうだ、そうだ。18歳未満の大人立ち入り禁止だったじゃないですか。腕まくりもできないぐらいの、飲み食いも禁止のような場所だったじゃないですか。どうして今さら子どもたちがそこに住めるのか。そうだ。子どもたちが外で遊べる時間制限されている世の中ってどんなんなんですか。運動会の時にマスクしないと運動会ができないなんてどんな場所なんですか。そうだそうだそうだ。屋内遊技場ができないと安心して遊ばせられない場所ってどんなところなんですか。そうだこんな人間の命を軽んじてる、人間をバカにしている国他にないですよ。ポルポトもムガベも真っ青ですよ。今この状況を変えられるのは同じ日本人だけなんですよね。今ここで変えてやりましょうよ。子供たちの命を危険にさらして大人たちの精神をすり減らしているこの今のやり方、これを変えられるのは意識のある大人たちだけですよね。